はい、皆さんおはようございます。今日は2018年の6月の25日、朝の7時17分です。よろしくお願いします。おはようございます。オラウータンさんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。よろしくお願いします。楽しんでいってください。今日はですね、YouTube ライブっていう場所で、ダンカンさんが、番組をやるんですけれども、生主がね、勢ぞろいしますので、ぜひ皆さん楽しんでいってください。よろしくです。あ、ステゴロ2見てくれたんだ、オランウータンさん。ありがとう。負けちゃったけどね。ありがとう、来てくれて。もしよかったらフォローしてください。僕は、メインはトークで雑談生主なんですけど、サブカルとかよく喋るのが好きですね。こんばんは。今日面接だね。そうそうそう。ダンカン塾の面接ありますね。もう11時間後にライブ始まりますよ。11時間っていうか、ちょうど12時間後か。夜の7時からなんで。もう準備が始まってますよ。ほら。これ。ダンカン塾オーディション生放送。YouTube ライブで。もう準備が始まってます。ぜひ、ぜひね、見に来てください、今日。フォローありがとう。あ、雑談見るの好きならもう持ってこいっすよ。雑談は僕のおはこなんで。はい、チョコマロさんいらっしゃい。ぜひぜひ楽しんでいってください。あれ、チョコマロさんは YouTube ライブしか見たことなかったっけ？ふわっちも楽しいですよ。おやすみなさい、トグラさん。ていうか、トグラさん、なんか可愛い女の子のサムネだった記憶があるんだけど、変えちゃったの。ごっついサムネに変わったね。あの女の子のサムネ可愛かったのに。これはね、文鳥ですね。鳥です。シャカ？シャカ？シャカ？鳥、小鳥がいるんですよ。2匹いますよ。シャカ、おいで。シャカ、ペコ。ほら、ここに、鳥がいる。小鳥ですね。ペコは？起きないの？ペコ。ペコは巣がいいの。鳥が2匹います。カブリさんおはよう。おお、ダンゴさんおはよう。今日ダンガン師匠もちろん来るよ。メインパーソナリティっていうか、ダンガンさんの番組だからね。文鳥かわいいよね。
大好きだ。もしよかったらチョコマロさんこっちもフォローして、フォローボタンっていうのがあるからフォローボタン押して。今日はね、俺はね、あの宣伝枠も兼ねて、あの楽屋とかダンカンさんとちょっと前乗りして、配信者が来る前に温めておこうかなと思って、宣伝枠やろうと思ってますね。文章はね、お世話はね、お水を変えるのと餌を変えるのを毎日しっかりやれば、もう全然おとなしいですよ。全然いい子ですよ。連れてきますか。ちょっと待って。てこと釈迦出すよ、のんちゃん。怒らないの。ペコ、さあ、おいで。ペコ、痛い。ペコ、シャちゃん、おいで。ペコ、おいで。おいで。シャちゃん、シャか、おいで。はい、おいで。来ないの。いいの。猫は。猫いで。いいの。出さないよ、じゃあ。出る。よし、いいか。おいで。はい、ペコいい子。はい、いい子。さあ、ちゃん、おいで。じゃあ頼むよ。よいしょ。シャちゃんです。かわいいでしょ。おいで、おいで。うん。わあ、かわいいっつって。ペコは出てこなかった。ペコ帰っちゃった。ペコね、帰っちゃったね。こんな感じ。かわいいでしょ。シャカ？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 こっちはね、メスで、向こうのねやつはオス。ペコは来た。あ、この子はオス。やんちゃ坊主、飛ぶの上手なんだよ。ちょいちょい。お、来た。はいはい。僕の家族です。こちらペコ、かわいいでしょ。
よし。そうだね、比較的あったかいのと湿度を保たないとダメだね。まあ、北海道とかは難しいかもしれないけど、普通にあったかいところが好きですね。もともと東南アジアとかの鳥なんで。ヨーロッパで品種改良されたのがこのクリーム色っていうかシナモン色のやつで、シナモン文鳥っていう。だからこの子は外人なので、男の子のでかい方は。で、白い方は日本で生まれた突然変異の、東南アジアから来て、日本で品種改良、突然変異した、白文鳥とか白文鳥って言われてる。な、もともとの色じゃないね、2人とも。突然変異で生まれた色ですね。文鳥かわいいよね。そうそう。こっちはだから日本、メイドイン日本とも言ってもいいね。もう江戸時代から飼われてる。小説とかに文鳥っていう、夏目漱石の文鳥にもね、夏目漱石の本にも文鳥っていうタイトルあるし。元は東南アジアの鳥。え、ペコも入ったの？もうカゴの中入ったの？早いね。本当だ、カゴの中いるわ。飛ぶの運動神経すごくいいんだよ。そうだね。それはきついかもね。寒さに弱い鳥だから。一緒に寝て潰しちゃった記憶がね。文鳥の死因は圧死が一番多いんで、圧迫して死んじゃうのが一番多いんです、死因は。今日ペコなんかおとなしいね。のんちゃんそっち。諦めらんない。300万もない。多分なんだけど、1回のイベントで100万円ぐらい。でもあのイベントは別に100万儲けてもいいイベントだと思うけどね。100万の価値があるでしょのね。男官塾はね、19時から放送です。19時から YouTube ライブで放送します。25名の配信者が集まるので、皆さんぜひ。まあね、俺はふわっちで、その前に楽屋とか紹介したりとか、いろいろその生放送やろうと思ってますね。これ頭乗んないの。頭乗んないの。見ます。ぜひぜひ。URL ね、書いてあるやつクリックすると、ツイッターに出るんで、これツイッターリツイートしといてください。
で、ツイッターの方のあの URL 踏むと、今度はなんだ、通知が行くような設定ができますので、よろしくお願いします。300万も儲けてないと思うけど、首ですね。首とおでこと顎かな。まああと唇切ったぐらいで、首はちょっと重症かもね。300万つってもね、そんな稼いでないと思うんだけどな。どれくらいになっただろうね。計算してみようか。単純計算いきます。300席かける5000円は150万でしょ。まあもろもろ入れて、いや100万も稼いでないよ。100万も稼いでない。50万ぐらい、まあよくて70万ぐらいじゃないの。まあいろんな人にお世話になってるからお金配らないといけないだろうし、100万もいってないと思うよ。5、60万でしょ。賞金もね結構出してたし、今回は150ぐらい稼げた。あー、じゃあドリンクとかか。150もいってるかな、どうだろう。今回スタッフね、映像とか音響のスタッフだけで20人ぐらいいたかな。300稼いで支出が半分。ああ、じゃあ結構良かったんだね。へえ。まあまあ150。前回120って言ってたけどね。良かったね、便所さん。俺のギャラ1万5000円なんだけど。まあそうだよ。半年かかってるし、時間だいぶ取られてるから。かわいいでしょ。これがたまんない。かわいくない？握り文鳥っていう状態。手のひらを敵対してなくて。ああ、来た。サマおはよう。あつしさんおはよう。この子はね、暴れん坊で俺のことあんま好きじゃない。まだね、握り文鳥にはなんない。手乗り文鳥っていう状態。もう釈迦はね、もう4年付き合ってるから、俺と。この子は握る。手のひらに入る。これが手乗りっていう状態なのね。で、腰を下ろすと握れるの。こう、もっとリラックス。で、ひどい時は寝るね。まだね、寝たことはないね、手のひらの中で。この子は握り文鳥だね。手のひらから離れない。歌うの。おはよう、難波さん、花火ありがとう。あ、そうなんだ、応援枠やってくれたんだ、ありがとう。難波さんありがとうね、花火ありがとうございます。マリルボーンおはよう。文章はね、7年ぐらいかな、平均7年ぐらい。まあまあ、あのカゴとか入れて、全部入れて、まあいくらぐらいだろうな。カゴが5、6000円。まあ備品とかで1ヶ月の餌代だいたい500円ぐらいかな。1ヶ月の餌代が500円で、でまあ1万5000円ぐらいで買えるかな。7年、平均7年だね。白い方が釈迦で、色がついてる方が、赤い目をした外人さんがペコ。釈迦とペコ、喧嘩しなくなった。外人さんがオスで釈迦、メスの白いのがペコ。釈迦とペコ、つがいになりそうだな、これ。うんちした。だからね、よくね、あの和道リスナーはね、たまに釈迦見せてとかペコ見せてっていう。釈迦とペコ。オウムは長いんだっけ、わかんないな。あ、アグリーン仕掛ける。アグリーン今日よろしくね。
もうあれだよ、伝説残しとよ。あの番とかはダメだけど、しかもね今回弾丸塾すごいよ。弾丸塾すごいよ。はい、ペコペコ。なんだよ、動物は難しいんだよね。カメラファンデーションのお腹、動物はなかなか言うこと聞いてくんない。何がダメなのかな、何が、いや、あれだよ、普通の放送と一緒だよ。あの、バン、要はエロい、エロ、アダルト、要はおっぱいと性器見せちゃダメっていうのと、あとなんだろう、あと何あるかな。まあ、それくらい。ハイレグか、ハイレグか、笑いを取るためで、あからさまな、だから度によるよね。エロ番組ではないから、だからそのそこは気をつけた方がいいんじゃないの。スタッフさんに止められるかもしれない。普通の水着ぐらいなら大丈夫だと思うけど、ハイレグにして笑い取れる？まあ水着ぐらいなら大丈夫だと思うけど、なんかネタ考えてんのかな。文鳥のお腹か、アグリンのブロックどうだったかな。ちょっと待って、いやどこも激戦区じゃない。なんかいろいろ言われてるけど、なんかその俺のところはどうだこうだとか、はい、おはよう。ブラジリアンっていうのがよくわかんないけど、何ブラジリアンって。柔術のブラジリアンしかわかんないな。弾丸塾はまあブロックはこんな感じなんだけど、アグリンは激戦どこだと思う。いや激戦って言ってもどこも激戦だよね。 D グループだね。 D グループ、アグリンは、いやいい子じゃないんじゃないんだよ、育て方だよ。あのね、子供の頃、もうヒナの頃から飼い始めたかどうか、要はね、もう大人になってから飼い始めてたらダメ。要は野生なので、ヒナの状態に手に乗せたりとか手で餌あげたりとかを徹底してやると、簡単に言うと、あのこういう風に手乗りとかになるの。いい子が、性格じゃないの、育て方なの。毎日暇だから受かりたい、それね、アピールした方がいいよ。あの本当に受かりたいっていう、本当に受かりたいですっていうのはもうじゃんじゃん前に前に出た方がいい。変な目立ち方じゃなくてアピールしていけばいいんじゃないの。おい、サツキン、いらっしゃい。ありがとう。あと、みんな、あの、俺のツイッターの、これ YouTube。YouTube じゃない。このツイートリツイートしてね。おはよう、初見さんいらっしゃい。楽しんでってね。ワドです。A グループが、ココア様、サダ、ワン太郎、ノラ猫、ベンジョ太郎さん。B グループが、ジョニー小野さん、ハニー大木さん、ネルさん、ドレの深夜、あ、ドレさん B か。ドレさん出番早いね。ドレの深夜食堂さん、で、モンちゃんは昨日億万長者になったね。すごいよね。億万長者だよ。まあ、いつもの私でも水着でもいいけど、あの、まあまあ、両方持っていけば衣装で。で、スタッフさんに相談してみなよ。
で、アキラッパ、C グループがアキラッパ、ピンクさん、卵味噌、トムソーヤ、池上、野田ゾーリか。どれ来るのっていうか、どれさんは、締め切り、募集が終わった後に、俺、ファミレスに呼び出されて、出たいって言われたから、追加募集っていう形にしたら、文句言ってるっていう状態。どれ出るのじゃなくて、頼むから出させてくれって言って、スタッフさんに相談しますって言って、まあ不公平がないように追加募集っていう形で、なんとかやったよって言って、ありがとう、和道って言って、で、文句言ってんの。すごいでしょ。で、D グループが、ひどんな、愛よりお金さん。もう、むしろ D グループやりやすいんじゃないの？激戦っていうか、まあ、どこに入っても難しいよこれ、うん、あららさん YouTube 見てたんだ。もしよかったらこっちフォローしてよろしくお願いします。で E グループがほなちゃん、解放、柏木、横山、緑、パトラッシュだ。パトさん、俺的にはパトラッシュさんがケミストリー起こしそうな気がするんだよね今回。まあ面白くなるでしょこのメンツだったら。簡単に言うと、まあ、ここに書いてあるんだけど、A グループ、B グループ、C グループ、D グループ、E グループって5人ずつ分けました。で、合計25人なんだけど、こっから各グループから1名が弾丸塾生になるの。で、弾丸塾生になったら、弾丸さんのお弟子さんっていうか、弾丸塾生っていうふうに名乗ることができます。簡単に言うと。正式なのは5人だけ。簡単に言うと。でまあまあそのダンカンさんと一緒に番組をダンカン塾として作っていくっていう。そうだから今回オーディションなのね。本戦だと思ってる人多いけど、まだだからダンカン塾生は決まってない。ああ全然全然勝手にしていいんだよ。フォローありがとうありがとう。まあね、あとツイッターとか LINE とかいろいろやってるから、 Facebook とか好きなのフォローしてください。プロフィール欄に YouTube とかもいろいろあるから。みんなの推しは誰なの？みんなの推し面が聞きたいね。だからモンちゃん、ドレさん、ネルさん、ハニオキさん、ジョニー小野さんのこの中から選ばれる。でも俺ドレさんキャラ立ってると思うよ。この中で別に悪くないと思うけどね。金と話題がある人が受かるって言ってた。簡単に言うとね、全然関係ないね。金と話題がある人は受かるとか。全然関係ないですね。被害妄想が半端じゃない。ドレッシングは。なんだろうね。なんでそんなナーバスになってんだろうね。俺は、まあ、こん中で言ったら、まあ、ワン太郎に、こう、頑張ってもらいたい。B グループで言ったら誰だろう。 B グループ特にまあドレさんかな。 C グループは卵味噌かトム池ってか野田ゾーリ、この辺。まあ野田ゾーリ持ってくだろうなこのメンツだったら。で D グループがねちょっと読めないって感じ。小島グランプリが受かるかなっていう体張れれば。 E グループは柏木とパトラッシュが推し。でまあ個人的に弟子だから解放は頑張ってもらいたい。モンちゃんとパトラッシュは受かるって言ってた。まあまあ現場で確かめればいいじゃん空気。ダンカンさんと北郷さんで審査する。そう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 、もちろん。っていうか多分ほぼダンカンさんが今回この中から決めるっていう感じかな。もうダンカンさんが要は誰を塾生にしたいかって話じゃん。だから簡単に言うと金持ってるかどうとかじゃなくて、ダンカンさんがこいつ面白いっていう人が決める。要は、なんだろう。たけし軍団みたいなもんだから。ちょっと補足説明をすると、弾丸塾って企画名じゃないのね。たけし軍団に入る前の登竜門の名前が弾丸塾なのね。で、弾丸塾を卒業できましたっていうのがイコールたけし軍団に入ることになるの。だから、水道橋博士とかある北郷さんも弾丸塾生なの。で、簡単に言うと、たけし軍団入る前に、ダンカンさんについていけなかったら、みんな田舎に帰るの。
それを番組のテンプレートにした。芸能界の道とか関係ないよ。ただ、面白い流れになってて、オフィス北野の専務なんだよ、今。ダンカンさんが。オフィス北野の専務なのね。だから、ぶっちゃけた話、たかし軍団入れよっていうのは、俺はあると思ってる。そう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 。だから、ダンカン塾って言って、なんか、生主をラジコンにしたいんだろうとかいう批評があったじゃん。そもそも違くて、ダンカン塾っていう北郷さんとこう飲んでる時とか、打ち合わせしてる時に、いや、ダンカンさん無茶ぶりひどいっすよとか、ダンカン塾でとかいう、そのネタがあるのよ。その中で、ダンカン塾って何ですかって言ったら、こうこうこうでってなって、それ、なんか一般募集してみませんっていうところから始まったの。なんか一般人の人とか、YouTuber とか配信者が、こう、ダンカンさんに無茶ぶり耐えられたらどうなんだろうみたいな。で、ダンカンさんも一般人で試してみたいっていう思いはあったの。いや、それが噛み合って今回の企画がスタートしたの。田舎に帰るね、やっぱり。要は芸能界諦めた、たけし君、たけしさんのお弟子さんになれなかったっていう。シェパードさん、オカリナで街頭ライブ、ダンカンさん指令やってるよね。それが、マリルボーンね、シェパードさんって実は、そのスタッフさんが声かけてて、ふわっちやってたんだよ。っていうかね、今日シェパード太郎さん来るかもしんない。実はね、要は、その人が別の企画でふわっち稼げるから、芸風も磨けるから、そう、知ってた？そう、シェパード太郎さん実は今日来るかもしんないよ。要は、今現役のダンカン塾生の人ね、シェパード太郎さんで。しかもね、何が熱いかっていうと、ダンカンさんやる気満々なので、まあ裏側の話をちょっとすると、ぶっちゃけこれグループ分けなんでやったかっていうと、ダンカンさん忙しいから、要は A グループ B グループ C グループ D グループ E グループの5個のお題で同じお題をやらせたら、ダンカンさん楽でしょ。だから最初はグループ分けしたの、俺ら。だけど、実はダンカンさん前回書類持って帰ってて、メモ書きめちゃめちゃしてたの、一人一人。で、今回ね、多分なんだけど、スタッフさんからメール来てる情報だと、もしかしたら一人一人に無茶ぶりするかもしれないって。要は資料持って帰ってるから、この人はこれ、この人はこれってやるかもしれない。それはね、ちょっと生放送の、時に楽しみにしてて。C グループ、お前らこの5人はこれで競い合えっていうか、一人一人お題違うかちょっと読めない。でもダンカンさんやる気満々。結構熱いよ。要はアグリンにはアグリンの無茶ぶりを用意してる。もうアグリンのためだけの。のちゃんそっち行った？え？うん。もう、あれ？ペコはいないな。ペコ？したか？ああ、いたいた、二人。もしさ、そっち帰ったら入れちゃって。うん、まあでも、ダンカンさんとね、会えるだけでも、写真とかね、放送とか、ね、もしかしたらツーショット写真撮れるかもしんないし。横山みどりさん参加するんじゃないの？もともとだって、選挙中にオファーっていうかエントリーがあったわけだから。っていうかね、卵味噌がバックれるって言ってるんだけど、卵味噌のリスナーいる？熟成に選出されたところで何があるの？別に何もないよ。うん。別に何もないよ。例えばさ、月下さんさ。まあまあ、あるっちゃあるかな。ダンカン熟成で面白い人は、殿が、芸名あげるって言ってる。うん。芸名あげるよって言ってるね。まあそれは結構ネタになるんじゃないの。あと、まあ芸能界のね、知り合いができるとか、そんな感じだ。
たけしが抜けてゴタゴタがあったね。実はね、俺ずっとそのし、あの近い人がいたから、実はね、知ってたんだよね。騒動問題。だけど今回すごいんだよ。たけしさんが抜けたけど、オフィス来たのじゃん。要は簡単に言ったら、ダンカンさんオフィス来たので、北郷さんは TN ゴーンなの。だから TN ゴーンとオフィス来たのの番組だから面白いでしょ。事務所が別になってるけど、こう YouTube ライブでこうやるっていうのは結構熱いと思うね。いいんじゃないでしょうか。行った？そっち。もう戻そうか。しょ。シャちゃんおいで。シャちゃんおいで。シャちゃんでした。シャカです。関西系がね、それがティロフィナーレ香川さんとか関西の人はすっげえディスってた、ダンカンさんのこと。超絶ディスってた。ダンカンって誰やねんとか言って。おいで、さあちゃん、野生には帰ってない。俺は竹下軍団じゃないでしょ。全然関係ないでしょ。でもね、もしかしたらね、今度ね、ビートたけしさんに会えるかもしれない。もしかしたらね。来ない人がいたら、いや普通に落選でしょ。欠員者のリザーバーに隠密同心こと、やへぼ。あ、推薦はできないけど、でも、ダンカンさんあれだよ。やる気があるやつ来いって言ってたよ。やる気があるやつ、多分バックれるやついるから、やる気があるやつ来ていいよって言ってたよ。番組で。だから来るんじゃないの？荒野とか。はい、のんちゃん。ダメだな、釈迦。帰りたくないの。遊びたいの。なんでそんな詳しい？あ、僕、スタッフです。スタッフっていうか、今回もう番組がっつり作ってる側の人間なんで。はい。要はこの企画の配信者を使うっていうテンプレートを作ったの僕なんで。誘ってみようか。いや、任せる。誘うとね、良くないよ。でも、本人がやる気があったら来るから。勝手に。だから、なんか、なんだっけ、ほら。伊藤？養分伊藤とか、東京にいるから来んじゃないの？そう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 。詳しいっていうか、もう作ってる側っていうか、バリバリ仕掛けてる側なんで。今日も俺入り時間早いんだよね。ねえ、もったいないよね。バックレンのね。まあ、いや、バックレないかもしんないけど。あとね、楽屋の中で放送許可出してるんで、まあ、これだけの25人が多分放送めちゃめちゃみんなやるから、そこは面白いんじゃない？楽屋がどうなるかだよね。ある北郷さんと、はい、直接の知り合いではないですけど、もう3、4回お会いさせてもらってますよ。まあ、ある北郷さんは、まあ、和道ちゃんっていう 呼んでいただいてるんで、絶対名前は知ってるはずですね。和道って言ったら、わかるよ。俺のツイッターあるでしょ？これ俺のツイッターじゃん。わかる？俺のツイッター。フォロワーさんに、フォロワーさんに、
どこだ、ちょっと待ってね。トム池配信するだろうね。どこだろう、フォロワーさんに。あれどこだろう。あれいないな。ほら、ある北郷って、ほら、ある北郷さんフォローされてますって。まあまあ知り合いでいいんじゃない。知り合いでいいんじゃないっていうか、思いっきりリツイートしてるじゃん、ほら思いっきりワドのリツイートしてるじゃん、あるさ。4回か5回ぐらいの面識だけど、すごくいい方だよ。よくしていただいてます。痛い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 。ふわっち復活したよ、オバロンジ。あ、僕結構よくなんかトゲトゲしい感じだと思われてるけど、あれですよ、オタクでサブカル系のなんかオタク配信者ですね。性格も結構温厚な方だと思います。自分でもう楽屋行きたい。集合時間何時だっけ、アグリンとかの。一応集合時間でいいんじゃない、演者は。っていうか会社が開いてないよ。レンタルスペースがまだ空いてないでしょ。スタジオだから空いてないでしょ。さすがに機材搬入とか10時以降でしょ、普通の昼の会社は。何時ぐらいまでなんだろう。タイムスケジュールどうだったっけな。俺捨て頃がさ忙しいからちょっと一回抜けてたんだよ、メールでのやり取りだから。台本どうだったっけな、ちょっと待って台本見ます。台本どこだ、台本、あれ台本がどこだっけ、どこやったっけ台本。あれ台本どこだ。あった台本。ちょっと待って、台本は。台本によりますと、台本によりますと19時スタートで終わりの予定が、あれ時間書いてないね時間書いてないから、まあ2時間ぐらいじゃないの、うん、追っかけなんだマリルボーンさん。じゃあもうよだれダラダラ企画でしょ。配信も好きで竹志軍団も大好きみたいな感じなの。めちゃめちゃじゃあもうワドをよくやったでしょ。こういう企画待ってたんだよって感じだ。結構ね、40代ぐらいのね、やっぱ男性女性からすごい羨ましがられる。本当にお前北郷さんとツーショットじゃんとか、ダンカンさんに会ってんのとか、
4、50代にめちゃめちゃ羨ましがられて、あと出世したなーとか。で、30代とかあんまりね、なんか、みたいな。なんか、微妙みたいな感じなんだよ。だから、多分、ダンガンさんの生の動きを知らないからだろうね。よいしょ、おいで。B じゃないよ。おいで、おいで、ペコ。ペコ。ペコ。いいか。何杯頼んだ。もうすぐ入るから。いや、お父さん言ったら喜ぶんじゃないの？めちゃ、お父さんが好きなら喜ぶでしょ、娘が。ねえ。自分のファンの芸能人の人と絡んでたら。まあ、ハイレグの水着着てね。みんなもしよかったらこれ宣伝のためにリツイート協力していただけると嬉しいです。ツイッターアカウント持ってる人はリツイートで広めてください。お願いします。多くの人に見てもらいたいんで。まあ、1万人ぐらい見てくれたら当たりかなと思ってるけど。1万人ぐらいかな、今日は。1万いったらさすがに当たりでいいよね。ちょっと数字取らないと次の展開がないんで。まあ、5000だったら外れだよな、さすがにな。どうだろう、どれくらいいくんだろう。ダンカンって聞いてついてたけど、まさかダンカンさんが出るとは思わなかった。いやいやいや、もう全然何回も会ってるよ。もう撮影、なんだろう。今回番組シャープ5だから。まだ見てない人いる？ダンカン塾見てない人いる？もしよかったら再放送するけど。見たい人います？ダンカン塾。どんな感じの番組なのか。あ、見る？いいよ。どうしようかな。これにしようかな。面白かったやつ。じゃあ、ちょっと、弾丸塾をおさらいしましょうか。僕の声つきで。はい、いきます。よいしょ。で、いくよ。今日はシャープ5だけど、シャープ2を見ましょうか。いきます。いやしかし毎日毎日寒くて困ったねー。もう季節が新しい年が始まったと。まだおめでとうございますでしょうかな。もう今日半袖ですよ。暑いね、暑いこでれ。しょ。ひどいかもね。今日だって26度ぐらいありますからね。まあでもありがとうございます。そうですね、弾丸塾募集しまして、配信者という人たちにね、ニコニコ生放送だとか、いろいろと、すごいすね。ごいんですよ、50人ぐらい来て、そこからまたいろいろ待って、今だから40何人また来てて、すごい、40何人来てるうちの、よく、大体半分近くは、病院の診断書がついてる。いや、もうついてますね。なかなかね、嫌な人ももちろん来てます。これ、外泊許可、ダメっていうのはダメですよ、これ。ダメですね。で、今日はなんか僕らこの配信者の方々、ネットではすごい有名な方もいるし、まあ、そんな人もいるんですけど、あんま分からないじゃないですか。全然わかんない。ってことで、今日は詳しい配信者、自分で配信もやってるし、配信者にも詳しいということで、今回のプロジェクト、いろいろ協力してくれた和田さんが、そちら、和田さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。アメリカンな雑貨屋さんに、そうです、ああいうマスクあるじゃない。ありますよ、ろうそくみたいな。アパレル屋みたいな格好してますけどね。まあ、大体今日40何人いるんで、事前に半分ぐらいに絞って、で、なおかつ今度また2週間後、3週間後ぐらいに本物を20人呼んで、質疑応答かな。じゃあ、ここからすごい世界が始まるんだね。いや、本当、軽く僕ら、軽い気持ちだと正直、まあ、ただ僕らもあるじゃないですか。
僕らにとっても得があるのは間違いないと僕は思ったんで。どの辺が得なの？どの辺、今までの流れでなんか得するようなことないけどな。だけど配信者配信者になるみたいですよ。うん、配信者たちで、まあ、来てる人はそう、来てる人で以外の中では、要するにアンチもいるみたいですよ。なんだよ、芸能人が配信に入ってくるのかよみたいな、そういうのもあるんですよ。なんかだから。タックルだな。後ろから悪質なタックル。タックルだよ。まあでもその、まあ、中でも、まあ、来てくれてる人は、ね、応募してくれる人はぜひぜひやりたいと。意外な人も来てるんだって。そうですよ、いろんな人も来て。まあね、北は15歳から、上は50代まで来てるみたいですよ。はい、いや、楽しみだな。楽しみですね。ちょっと時間ないんで、もう一人一人見ていきますよ。はい。なんかさ、じゃあ、まず、デートナンバー1番。海宝さん、これ女性の方です、中さん。はい、だからめくれないよ。めくれないよ。めんどくさいことやってる。時間ないんでしょ、今日。はいはい。これから映画撮影じゃないですよ。映画の撮影だよ。撮影なんでしょ。で、ナンバーワン、ナンバーワン、はい、エントリーナンバー1番、海宝さん。女性の。あ、女性だよ。ちょっとふっくらした女性の方ですよ。なんか43歳。あら、大人。ふっくらした。ふっくらした。デブじゃんかよ。いや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 。ふっくらした。でもすごいですよ。私が何でもしますと言ってますよ。はい、であれですね、何もしてほしくないな。いや、誰とでもベロチューできるので、動物とベロチュー企画もやってみたいです。もうね、すでに、ね、こんなことしますからね。ベロチューね。ワニとかね。ワニとかね。ウルトラクイズがありましたから、武志君だはね。なんでこのプロフィール写真で、ね、浮世なんだっていうね。いいですね。いいですね、24時間これつけてないとダメだとかそういうもんじゃないよね。そういうもんじゃないんで。赤塚の漫画のキャラクターみたいな感じだから、ね、いいですね。海宝さん。海宝さん、2番。あ、これじゃあ若いじゃないか。ここ浅間さん22歳。今写真も綺麗な、お綺麗なね。いや、これ合格ってことだね。たかし軍団はですね、もうそういうところですからね。たかし軍団知ってんのかな。本当ですね、企画を、AV や番組制のトークがメインで、あ、AV やってるんですか。 AV やってる、はい、AV やってんだ、こんなのたかし軍団来ちゃってまずいじゃないですか。うちなんでたかし軍団が女取らなかっていうと、あれですよね、井出さんがやっちゃうから。そう。何でもやっちゃうんだから。ね、女たかし軍団って構想もあったんですよね。うん、あった。あったけど、井出さんが生でやっちゃうんだから。やっちゃうんだから。やっちゃうんだから。あの女優さんとかさ、うん、スタッフ関係だったら、まだこの世界ではあることだけどさ。そうですね、はいはい。信号待ちのおばちゃんやっちゃうんだよ。そう。情けないよ。そうそう。で、3番、ナンバー3番、アイアムマン。これはあの、アイアンマン。あ、うん、アイアンマンのこう、なんか、おめえおめえ、この人も主な配信はニコ生って書いてます。ニコ生でやってるんですか。ちょっと俺歯磨いたり顔洗ったりしてるわ。みんな見てて。席外します。あ、じゃあ、はい、あのチョモランマとか言ってないの。この間亡くなったじゃない。いやいや。で、言ってもらいましょうよ。質問ある人はね、うちのリスナーさん詳しいからコメントで書いてくれるから、ね、質問ある人はコメントで質問し合ってください。この人もなんか人気配信者らしくてですね。注目かけて。なおかつこのトゥクトゥク。タイの派手なタクシーやったでしょ。タクシーね。3人の、うん。あれを日本に輸入してきて、自分で輸入して、それで日本でもらったとかしてですね。なかなか面白いというか、なかなか面白い。これはい。トゥクトゥク。裏ルートでいろんなこと知ってんじゃない。あ、そうですね。知ってんじゃないですかね。はい、トゥクトゥク。あ、そう。はい、そうそうそう。スカイダイビングを携帯電話でこう撮りながら、スカイダイビングなるほど。放送で。あと格闘技イベントで300人ぐらいこう集めて、はいはい、この人たちをこう殴り合わせ、僕も出るんですけど、こう、イベントも。武道的なこともやるんだ。ああ、じゃあプロデュースができるんだ。あ、できます。あ、じゃあなんかイベントやるときは、そうそう、この、そうです、踊る、レンジョタロさん、はい、スタンダップルズでライターとかも最近始めて。なるほど。ああ、真実しか書かないね。そうですね。そうですよ。あれ、本当のものしか書けないですけど、格闘技イベントとか、捨て頃とかでもね。でこの辺、有力ですね。そう、有力ですよね。はい、なんかね、いろいろと。やっぱりパワーのある人はね、欲しいですね。欲しいですよね。マンパワーもあるでしょうね。あの、見る前に飛べてるでしょ。エントリーナンバー5番、はい、ピンクさん、女性、意気込み、体力勝負は得意です、やっぱ体力勝負だね。あ、いいですね、うんうんうん、まあまあまあ、いいんじゃないでしょうか、これ。観光地リポートだとか、はい、山手線、徒歩一周だとか、うんうんうん、中途半端な体力だ。嫌われたくないから、落とせない。落とせない、意外に内心、そうなんですよ、気が弱いからね。そうなんですよ、僕らは人を、ね、選別するタイプの人間じゃないですもんね。後で逆恨みされるのね。怖いじゃない、怖いから。6番、安倍晋三。晋三人ですね。いいですね、晋三人。写真が出てる。あら、15歳。ちょっとでも面白い。この15ってどういう感じなんですかね。15歳、中学生なんですか。そうですね、中3ですよ、15歳。高1か中3どっちかですね。まあ、条件付きで、両親込みで入るんだから。あ、なるほど、ね。いいですね。3人で来いと。家族でね。家族で来いと。やりましょう、ね。いいじゃないですかね。
次、葵さん。葵さん。7番、葵さん、23歳。ルイさんみたいな。これ男性ですか。まだ始めたばっかり、初心者で。なるほど、初心者。はい、あ、じゃあまだ何も色に染まってない、うん、こういうのはいいですよ。いいですよね。こういうのは普通のことなんだよって思い込ませちゃうとね。そうですね、うん、まあそれを世間では洗脳というんですけどでもそういうことですよね。これが世の中の常識だよと。この子は意外にホーリーネームつくの早いかもしれないまだうち最初に来たら、ね、あの合格したら、うんうん、ここにチップを埋め込むとかいいですね、やりましょう。絶対逃げられる。次、8番金閣寺さん。金閣寺、うん、32歳、これはどんな方ですか、岩田さん。この人はあんまりその人数は多くないんですけど、見てるリスナーさんはなんか顔がこう イケメンでこう、ね、可愛い感じだね。可愛い感じのね、女の子みたいな顔をしていいですね、持ち前のアイデアで配信会に新しい光を与えますっていいですね。自分で持ち前のって言っちゃうからなかなかね、憎いじゃないかっていうね。さあ、9番、なおとみさん。お、なかなかの59歳。59歳ってどれでしたよ、配信会ですか、うん、はい、どんな感じの見たことありますか、岩田さんは。あんまり有名ではな ないけども、の方なんですけど、まあ、結構長くやっているみたいな配信を、ね、無茶ぶりできるかってなかなか59歳ですもんね。なんであれね、あの楽しくみんなでワイワイやるのはね、そうですね、失敗しようもうまくいかなくてもそれはいいことなんだよ、生きてるっていうのはね。全然いいですよ、ね、失敗こういう山あり谷ありで刺激的なことがあった方がいいっていうのが我々の考えだから。そうですよね。ただ一つ問題はね、死なれると困るそれだけは困りますこれね、社会的な問題でしょ。次、34歳アグニン。アグニンちゃん若く見えますけどね。34歳、ニコ生でやってますよと、なんかビキニお披露目したりとかやってるみたいですね。どんな感じで見たことあるんですか。結構あのおっぱいを強調した配信。あらあらあら、これが資料売りに。なるほどね、そういうパターンもあるのか。これ書いてないけど多分子供いるな。そうでしょうね苦労してると思うよ。ただいま32、4歳。で、大変また何度も何度もやり直そうとするんだけど、大体同じような男を好きになる。ドメスティックバイオリンで好きな人はドメスティックバイオリンの男に行くって言いますからね。その通りだよ。本当そうなんですよね。また来ました、次、野田総理。これはですね、すごい人気の配信者で、たけしさんがですね、去年、あの2年前にニコ生っていうたけしさんがこうインターネットの番組に出るときあったんですよ、うん、その時にこの人がインターネットでたけしふざけんじゃねえみたいなこと言ったんですよ、うん、そしたらでもすぐ、ね、翌日すぐ2日ぐらいに言ってごめんなさい謝っちゃったんですよ。謝らなくてよかったのにね。ねえ、面白かったのに。よかったのに、僕らに会いたかったんですよ、だからそれだけ度胸のあることができるんだ。そうなんです、そうなんです、そうなんです。だから基本、まあ、そんなにね、あの強気じゃない人だと思うんですけどね、なんかその時はそうなっちゃったみたいで、だからいろいろできる面白いと思うんですよね、たけしに絡んだ割には次の日謝っちゃったみたいなね。俺はその辺も好きなんですけどね。そういうのが大好きなの。そうだろう、まあ、気持ちも分かるからね、なんかね、たけしもやろうっていう、ね、そうだよ、そうですよね、人間だもんね、人間だもん、いいですね、書いてあるのもね、ニコ生で問題発言をして、たけしと共演を逃がすね、いいですね、はい、12番、へなちょこさな。サナさん、もうなんかちょっと顔は怖いですけどね。34歳。身長がものすごくでかく、195センチ。ここ来なくて、どっかの格闘団体とか195センチ。これバランス的に顔は。そうですね、まだ伸びるかな伸びる。34ですからね、あるんじゃないですか。いやいや、だからそれあの多分ここに、あの、いろんなもの入れてくれるんで、機械的なものを一回切断して、3センチぐらい足して手術する。その間200人2年かかるって言いました、ね、あとここになんかシリコンとか入れれば、昔の前のお店タイプ15センチはいけるだろう、ね、あとほら昔スーパージョッキーでガンバルマンでなんかこう整体の人と伸ばしてもらったのがあったじゃないですか。あれやったら伸びる。それだよ、それ伸びる。伸びますよね、絶対。あと40センチは楽に行くよ。行きます。だってあの、首に輪っか入れてる。首の長い人じゃん。あのアフリカ大陸で無理無理無理。世界で一番でかいのいくつなんだろうな。多分俺がなんか見たら2メーター50だから60、そのぐらいです。2メーター71個。とりあえず面接の時まで2メーター30にしてきて、ね、お会いしましょう。はい、ね、まあ、最低195ですから2メーター首はしてもらう。2メーター首は。輪っか3つでいいからね。トミーコーさん。トミーコー。トミーコーかな、ごめんなさい。プロフィールがちょっとわかんない。狭いところに入るのが大好き。そうなんだ。で、あの、やたら、最近はね、やたら中国が挟まるといいじゃないですか。だから挟まってもらうっていうのもありますけどね。中国ね、必ず挟まってる。必ず挟まってるとかね。やっぱりこうなると全員会ってみたくなっちゃうね。なっちゃう。そうですよね。あの、写真わからないですもんね、これじゃね。
アキラッパさん。アキラッパさん、今多分見てるんだよ、この配信。見てるか。やっぱ俺のことどうやっていじんだろうって、飛ばそう。そういうのもありなそういうのもあり。後でどうなるの、後でどうなる。いや、マネージャーじゃないよ。あの、俺はスタッフ。横山ものすごい人気配信者ね。すごいらしい。そうそう、お願いされて、運営さんに。おお、はい、これはだって大きいじゃない。大きいですね。エースとして働いてます。これはもうエース候補ですよね。はい。うん、三冠塾、時間をかけて体力を使う企画が得意ですと。あの立川のところで議員で今候補していて、はい、選挙活動とかもやって。市議会議員に候補するんですと、今度この方。面白いですね。行こうよ、みんなで。行こうね。行こうね。向かったもんね。だから一緒に車の上とか乗るの。そうそうそう。で応援応援横山もやってる時に、うん、あの選挙の、はい、あのいるじゃん、女の子。はい、あのウグイス嬢です。ウグイス嬢、あれ尻とか触りまくって。それ横山ノックでしょ。あ、名前変えよう。横山ノックミドル。ノックミドル。ノックミドルネームでよ。さあ、これ人生の横山さん分岐点ですよ。立川市議会の議員になるか、もし受かったら南関塾に来るか。俺は竹志軍団じゃないよ。ちょっと写真から普通っぽいんですけどもね。なんか、はい、ね、爆笑の田中君みたいな。爆笑田中みたいな、ね、地道にコツコツやる企画が得意ですと。はいはい。まあ地道な企画もありですけどね。輪ゴムでバンジージャンプ。これ見たいな、実際問題。バンジーといえばこのダンカンさんね、ウルトラクイズでとんでもないのが落ちてましたから。自作の輪ゴムってすごいですよね。どういうことか。どういうことですかね。まあそれでも本当まあこの通りで。ドキドキするような感じで。そうです。ぜひその映像を見たいな。ほとんど落ちて死んだらどうしますよ、ね。でもうまくいってんだろうね。まあでもそうですね。でも難関軸はその上からじゃん。なるほど。自作の輪ゴムじゃなくて。ミシン糸で。バンジーだよ。もしくは雲の糸で。どうなんだろうね。17番。もうなんかちょっと怖そうな。野良猫さん。来るんじゃないかな。ね、はい、いいですね。この人ね。38歳ですよ。なんかね、ん？炎の滝行。そう。怖そうだな。透明ボックスガスマスク実験。100キロ歩いてるもんね。すごいですね。自分でコミション。いや、議員ね、あの全然 OK だ。副業 OK だから。そう、あんまりうまく人と喋れないからこそ配信なんですか。そのパターンもあるんですね。しげしさん、18番。この方も52歳だから。味のある顔してるね。味のある。っていうかね、ぶっちゃけた話言うとね、あの議員さんだったからスケジュールずらしたんだよね。緑さんのせいで遅れたんだよね。ここだけの話だよ。あの選挙活動中って、あの言っちゃいけないこととかいっぱいあるのよ。あの公職選挙法とかに引っかかるから、緑さんのせいで2週間ぐらい遅れたんだよ。なんかどっか映画の録音さんみたいな感じで、本当は捨て子の前にやりたい。ね、敗者としてステップアップしてる、ね、敗者なんですか。またダンカンさんの周りに関係ないけど、ね、敗者で頭おかしい人いっぱい来るんですよ。頭おかしい人、ね、人いますよね。もう20年自称弟子って言ってる敗者がいるんですよ。渡辺様18歳です。なんかさ、男の子ですね。おとなしそうな子だね。おとなしそうなね。頑張らせていただきますと、はい、なんで、なんか泣け方でさ、まあまあ、で前で、うん、苦しそうピンクの、そりゃそうだね、中学校の時にやっぱスタッフ、中でスタッフさん考えてるよ。先輩を柔道部かなんかにやられちゃったんだよ。マットにこうくるまれた形で昔だから。若いってのはまずいいですよね。若いってのはいいね。若いってのはいいですね。20番3倍目、アットマーク光るそうっていいのかな、3倍目。すごく有名な、あららら、はい、あら素晴らしい。ツイキャスというサイトで若者人気で、はい、あらら、もう何万人も毎日毎日、あららら、それは素晴らしい。格闘技イベントの名イベントだったりとか、あ、格闘技もやられてる。そうです、あららら、先ほどの弁当太郎さんのイベントで、名イベント。なるほど、あ、ちゃんとさ、やれてる方なんですね。で、前の日朝まで飲んで、そのまま富士山バーク登って2時間で撮ってきました。へぇ、すげー。体もバンバン張るし、これ素晴らしいじゃないですか。あ、この先ほど今ね、うん、あのおっしゃってましたけど、弁当太郎さんとかとこういう仲間同士でなんかこう繋がってる、繋がりがあるんだ。21番、ほなちゃん、ほなちゃん、ほなちゃん、何ですか、女性、女性で、人気ある方です。あ、人気ある、はい、マスコット的なキャラクターで、ピンクの写真だけそんなにね、なんかあの肩になんかマスコット乗せると、うん、乗せちゃってね、こっちの方が10倍ぐらい可愛いもんな。問題だからこっちか行かないよな。どんなにディスられてもへこたれませんですって。まっすぐ泣きます。は
へこたれるな。へこたれる。嘘つきなんだ。嘘つきなんだ。まあいい、面白そうですけどね。どのくらいの時間泣いてるの？あ、もう30分くらいワンワン泣いてます。30分ワンワン泣いてます。この方がコメント見やすい。泣き女。ねえ。22番ね。配信会一体を張る男って言われてます。すごい体を張って。小島グランプリさん。東京のドブ川のうなぎを釣って泥抜きしないで食べる、なかなかのつわものが、なんか武志君なんちっくな、お尻の穴に小麦粉を詰め込んでバーンってやるんだ、ライターでバーン、あーなるほど、いいですね、だから首吊り芸ってのもあるんですよ、いるもんだね。最近話題になったのが、はい、緑ガメを釣って緑ガメ食べてました、緑ガメってやばいって言うもんね、すごいね、意外と美味しい、高校出ていきなりプロ1年目で30本打った清原みたいなもんね。でも1年目でね、これはおみき悪といぞ、1年目で2割8分くらい打ったからね、そういうのはこれはもうやってくれそうですね、うん、23番、ネルさん、はい、いい男だね、いい男ですね、トム池後半かな、有名で連行されるパトカー内から配信になって面白いけどね、面白いけどこれね、なかなかこう警察関係はちょっと我々もね、お世話にはなりたくないんだよね。でも一番そのダンカンさんにかける思いだったよ。あ、そう。こうアンチっていう批判する人たち戦ってました。ダンカンさんはこういう人だって言って。そうそうだ。それは入れたくないかわいい。合格だね。大ダンカンですか。いいね、いいね。24番。はい、はい、38歳。お菓子作り。お菓子の作り方、赤ちゃんの様子など配信してますよ。はい、お菓子作りに赤ちゃんの様子です。これいいパパだよね。そういうのですね。なんか塾来て大丈夫かな。まあまあ、でもね、応募するってことはやりたいんでしょうね。ちょっとオフィス来たのとは、スタッフとしたっていうふうに書いてあったので、本当、叩けばチャンスだと思う。叩けばよかったのかな、ね、今あの、叩いてもマネージャーいないからね。事務所にね、モヌケの殻だよ、モヌケの殻だよ。次、25番アキバウリ、5人の子育て奮闘中。はぁ、5人5人、大変ですね、39歳4人ね、なかなか、まあまあ、でもね、まあまあ、でもちょっと、まあいいんじゃない、会ってみるぐらいはいいかもしれない。でも子供たちが、あれじゃないか、お母さんがちょっと変なことしてるとさ、そうだね、いじめられたり、ね、たりとかするんじゃないか。でも本当、心配しちゃいますよね、僕らは。てか、俺が言える立場じゃないか。この間、ライブで息子の前で。そうですね。ダンカンさん、息子の前でね、なんか出してましたもんね。なんか出してなんだよ。26番、ひどんな。ひどんな。これ、マドンナにかけてるのかな。これは女装なんですか。そうさ、この写真腹立たない。あのさ、こういうの腹立たない。なんか綺麗でしょアピールっていうか。俺さ、この写真見た時さ、すげえ腹立た、殺意はいたんだけど、わかる、みんなこの気持ち。セクシャルの方、岡田ちゃんなんだよ、はい、で、普段は女装してるんですけれども、いきなり泣き出すんですよ。おお、本当は私こんなことやりたくない。もったよ。情緒不安定だな。なんか面白いですね。よく拡張をこう歩きながら配信してるんだ。ナンパしてますね。あ、ナンパしてるんだ。泣くんだ。はい。さても泣く女の子いたよね。いた。今じゃ、たぶん、そうですね。ほなちゃん。泣き対決ってもありますね、じゃあね。てか、もう普通に、新宿の歌舞伎町のほら、ドンキーのところの角に、はい、檻作って二人ぶち込んどきゃいけない。でね、泣いてね、みんなに見られてね。27番、カニビオ。カニビオさん。はい、37歳の方も配信、もちろんですね。ぜひチャンスをくださいと、今回、はい、37歳で、参加者は大手の人間ばかりですが、食ってやるつもりですが、なるほど、人気配信者に対して負けねえぞと、これをね、言っちゃってやるぞ、一発ひっくり返そうっていう、そういうことなんだね。でもさ、これね、裏方として言わせてもらうけどさ、大手配信者食ってやるって言ってるけどさ、写真用意してこいよって思わない？いじりようがねえよっていう。ノーフォトはねえだろ。ぜひチャンスをくださいと、今回。そういうとこだよ、カソ。これね、要はね、配信者なのに、サムネイル用意してないのと一緒だから。大手の人間ばかりですが、食ってやる。いやー、適当なんだよね。人気配信者に対して負けねえぞと、これはね。ネルさんはすごいプロフィール書き込んでた。そういうことなんだね。いいですね。人気企画雑談会、やっぱ通る人はしっかりしてるよ。もうちょっとね。さ、これエントリーシートってさ、
なんつうの、書類選考なわけじゃん。会社で言うとこのさ、履歴書に写真貼ってないのと一緒だからね、これ。ね、若狭先生これ書いてほしいよね。なるほどね。これチャンスをこれされて、そう、どういうチャンスなんだろうね。段階軸で、だからやっぱこう、やっぱチャンスだと思ってるんですよ、皆さん。その名前、段階軸で企画をやって目立てば目立つほど、選挙権から遠くなるんだよ。遠くなりますね。いや、俺、出演者じゃない。出せませんって言われるんだよ。そうですね。これは落ちるとかじゃなくて、番組作ってる側。ドリームチケットさん。これは3人組？何の？グループ。おう、3人組。グループって今までないね。ちなみにこの、クレイジーバーベキューってのはどういう？クレイジーバーベキューですかね。クレイジーバーベキューなんかあれだよ、ゲタモンとか焼いたりするんだ。ああ、じゃあさっきの紙クッション重なっちゃうね。焼くんだ。なるほど、一回焼くんだ。自分が焼かれるんじゃないじゃん。すごかったな。なんだ、そっち来んのかなと思ったらね。クレイジーだけにね。レバーったら、ビッツって、ジュッて行くの。昔、包茎シリーズで皮切って浅草キットとか食べてましたけどね。そうそうそう。次、トムソーヤ、池上さん。来た。トムソーヤ、池上。だいたいトムソーヤとつける人つまんないんだよ、ね、人間でしてそんなにトムソーヤとつける人いるかいっぱいいるのがいいね。俺あんまり出会ったことないぞ。トムソーヤ、29番トムソーヤさん、はい、これまでの人気企画、東京から大阪までの、まあ、徒歩配信、まあでもね、そっかそっか500キロ以上あるよ、あるね、うん、でもこれ書いてるんですけど、まだ歩いてるんですよ今まで達成してない。あ、そうか、途中なんだ、旅の途中なんだ。あ、そうなの。はい、現在歩いてる。じゃあ電話今かけたら通じるの。通じるかもしれない。電話も知らないの。知ってます、知ってます。ちょっとかけてみようか。いじられキャラで、そこ面白いです、天然で。いいですね、もうね、笑われるのが一番いいですよね、人にね、僕らもそうですけど、トムソーヤさん、まさにトムソーヤさんだね、じゃあね。トムソーヤさんは何でも知ってるね。そうそう、もっと配信に詳しいですね。配信どれが歩いてたのいいね。まあ俺もダンカーさんにね、カメラも何もないところで犬川杉っていうので、鹿児島まで行きましたけどね。あれだってもう25年も前だよ。30番出ないんかーい。こういうとこだよね、トム池。ワン太郎さん、25歳若いよ。ヒッチハイクとこの北海道を一周をする企画など配信しておりますと。なるほどと。カメラ回ってない時が一番面白いんですよ。あ、そうなんだ。で、カメラマン弱い感じ。もったいないタイプ。楽屋王だ、芸人でいうところの。あ、もったいない。そういう人頑張ってほしいな。ただ面白いのみんな気づいてるんですけど、なかなか評価されて。それが配信には出ないんだ。で、今変えたいっていうふうに。そうそう、制作側。ちょっと段階的にうってつけの人だと僕は思いますよ、段階的に。ねえ。数ヶ月インドに行って、段階的に帰ってきて。インドで神のお告げを聞いたら、なんか、弾丸塾だって感じになってます。はい、多分そうです。菩提寺の下で、皆さんお願いがあります。こちらリツイートお願いします。神とコンタクトができるんだ。ちょっとだってね、坊主のね、インド系のね、でもまあいいじゃないですか。普段は面白いけど、実力、要するにまだ実力を発揮できないわけですよね。どうにかして引き出してあげたいね。あげたいですよね。まさにね。31番、ジルジルさん。ジルジルさん、42歳。一応基本何でもできます。自分ここで少しでも名前が売れたいと応募しました。やっぱそうなんだね。この人もカメラが回るための人？いや、そういうわけでもないんですよ。あ、じゃあ自分は十分に出してもらいたいですよ。そっか、そっちかな。難しいですね。でもとにかくこれを機にやっぱりこうドーンと行きたいと、うん、会社にないよね。いや、人気が出ないってことは何か原因があるんだ。何かあるんでしょうね。我々ちょっと見つけてあげて、そうですね、気がついても、ね、教えてあげないと。教えてあげない。何のための企画だって。ジルジルさん。面白いですね。じゃあ次、32番、愛よのお金さん。はい、素晴らしい。素晴らしいですね。いいじゃないですかね。35歳。あ、女性なの？女性なの？一番下の方に、エア彼氏とお花見っていう。うん、5年以上、彼氏も友達もいないので、はい、放送で彼氏を作って、ずっと一人ごとを言ってる。なるほど、デートしてる感じで、そうですね、よくある AV ですよね。VR の AV ですよね。あ、エア彼氏見たいな。見たいですね。どこまでエア彼氏って行くんだろう。そうですね。読みやすいですね。行くのかな。リツイートありがとう。柏木さん。元芸人をやっていて、吉本に所属し、ナンバーワン目指してるっていう。ダンカン塾に踏み、ナンバーワン目指しますと。うん、そうなんみたいですよ。これ、事件を起こしてニュースになったっていうの。免許証です。ああ、そうなんだ。ね、そんな感じしますよね。
逃亡犯みたいな顔してますよね、車に貼ってあって、ね、結構2年ぐらいやってなかったんですけど、うん、急に最近復活して、おちょっと結構コアなファンがいて、あコアなファンいるんだ、はい、もう体めちゃめちゃ張るんですね、うん、いきなりあの新日プロレスに堂々破りに来たってプロレスラーに、あ度胸あるんだ、すごいですね、それはすごい、でこの後楽園ホールでさ、はい、あのプロレスやってるじゃない、はい、そこにタッグマッチとかだったら分かんないからさ、マスクで入っちゃってさ、ちょっと待った時に入っちゃって、普通の流れで、流れで、でも新日に行くってすごいですよ、道場屋に行くってね、いいです、度胸あるのはもう最高で、元芸人っていうのは僕でも話が、ね、早い感じで、ね、しますよね、なんかさね、いいじゃないですか、まあ、若いしね、あとね、はい、じゃあ行きましょう、34番なんだこれ、おっちゃんだ、卵味噌さん、これブッチャーさんじゃないの、ねえブッチャーって杉坂自衛隊のじゃないの、ね、似てる、ね、この方はこの方はただとんでもないクズ野郎で、クズ野郎、クズ写真がクズだな、おい北海道に住んでるんですけど、はい、まあ、本土のとあるところまで旅をすると、自転車を漕いで旅をするって言って、はい、北海道からお金もらったんですよ、うん、支援、この見てる人に、はいはい、で、行ったらフェリーで茨城まで行って、茨城から新幹線に行って、ふざけんじゃねえってなったんですよ、出た、インチキになるぜ、で、全く今、押されてます、あ、それがバレちゃった、バレちゃった、ダメだな、これリサ・ハンコックさん、女性、46歳、うんうん、なんか、もっとなんか、庄屋みたいな顔してますけどねなんかね、こう、すごいね、熟女バーへようこそとコラボ枠、眼科塾への行き、ジャズを流しながらバーの気分をリスナーさんに味わっていただく配信をしています、普通だな、俺でもまあ熟女を売りにしてるんだね、熟女書いてるから、46歳って俺と同いだね、大体同いだ、お一人なんですかね、ねえ、お一人なんですかね、36番、愛子さんか、愛子女性、あれ女性の中で多分一番近いです、この人は、あら、頭おかしい、はい、よくトラブル起こすので喧嘩してます、あ喧嘩、配信者、こうなんか見てる人と、さっきのヒカルくんって言って体力、富士山ある中の男の子と髪の使い合いの喧嘩普段温厚なんですけど、お酒が入る、またお酒かよある中ですね、ある中ですね、こんなの落としたら大変だぞ、大変ですね、気が強いって言うんだよね、気が強いから、ね、オフィス来たら長い手紙来ますよね、危ない、どうしようかな、どうしようかなですね、はい、37番、もんちゃん、26歳、女性26歳、1億円、キャリアも長くておしゃべりも上手くて人気がある、うん、あららら、はい、で元プロボクサーで運動神経も、あ女性で、はい、おかっこいいじゃない、もうプロをやめ、ライセンス延長しちゃったんです、うん、すごい、じゃあ、ね、体力もあるしね、うん、なんか背も大きそうだしね、そうですね、スタイル良さそうな、はい、うん、なるほど、まあなんかいろいろできそうですけどね、こうなんか運動系、ボクシングがいい、ね、これ運動スタイルいいよね、スタイルよく見ますよね、身長高いんですね、身長高く見ますよね、38番、どれの深夜食堂、どれの深夜食堂さん、受かったかどうかは次の動画です、あらららら、はい、あのヒクソン・レイシーと宇垣さんの試合とか、はい、ヒクソン側で交渉をずっとやって、次、殴り込み行った時の、あの試合の方ですね、試合の方か、あ、加藤さんともお友達で、こう殴り込んだ方が、あらら、すごいじゃん、格闘家すごい、本当にお友達、あ、友達です、友達だって1回だけ写真一緒に撮ったとか、どうしたらいっぱいいるからな、すごいらしいですね、初見さんおはよう、もしよかったらフォローしてください、すごいんだね、今ダンカン塾を格闘技好きが意外に多いおさらいしてます、格闘技好きは でもいい感じしてるもんね、腕とかね、すごいですもんね、うん、怖いね、でもちょっとね、待ってみたいですよね、怖いけど、39番、スマーンさん28は若い、これまでの人気企画、ナンパ配信だ、心霊配信だと、オカマとラブホテル配信、いや、うん、違う、大喜利配信、これ、ね、この後に流れる動画が、今日出る人、うーん、まあ、フリーだという感じがね、まだっすね、僕はなんだろう、ね、と、はい、らしいですよ、これはね、エントリーした人、よい、書類選考ですね、これ、そう、人からプスッというのがないとね、これで一応ね。さあ行きましょうか、40番、もうそろそろ終わりに近づく、40、ジョニーオの、これなんかあれだよね、シェパーのターンのライブとかに来てるやつですよ、手伝い来てるやつ、ああ、なんかさ、社長とか言われてる、そう、なんかさ、会ったことあるんじゃないですか、確かある、そうなんか本当に社長なんだよね、そう、なんか社長で、そうそう、飲んで、ドーマかなんか、ショールームで行って、すごい社長でさ、だから言うこともしっかりしてるね、そう、俺もなんか行って、偶然喫茶店かなんか、半分落ちましたね、よろしくお願いします、うん、なんかちゃんとしてます、で、半分も良さそうなんだ、そう、だ50人中25人意味ない、良さですね、社長ってその社長意味ないよねありがとう、もう41番、パトラッシュさん、今日だよ、今日の夜放送、ごめんこのこと、じゃあ俺これもう最高、これさ、笑わない、
俺もさ、宣材写真で突っ込みたくなったの、あのひどんなの次で、まずさ、あの宣材写真って言ってるのにバストアップじゃなくて、なぜかあの被写体が下の方っていうのが1点目で、2点目宣材写真なのになぜか上半身裸、3点目つぶらな瞳で、くっそ面白かったのが、これ裏話なんだけど、パトラッシュさんのエントリーシート、普通ね、みんななんかこれまでの人気企画飯雑とか適当なの、みんな一言しか書いてないからペラペラの1枚のペーパーなんだけど、パトラッシュさんだけうつ病を治すとはとかみたいな、なんか精神障害とはとか、なんか静岡のお茶を飲むと病気が治るとか、謎のプロフィール欄がレポート用紙3枚ぐらいになってて、くっそ笑ったんだよ。もう楽屋で大爆笑で、この人呼ぼうってなった。まさかのパトラッシュさん推しなの。めちゃめちゃ面白かった。いや、何を言ってる、不動産屋の社長さん。あのね、花火上がってないのはお金持ちの不動産屋の社長だから、リスナーさんがあの花火いらないよって言ってんの。あの要は簡単に言うとお金持ちの方です。肉食障害、不眠症を食べ物で治す。いや、パトラッシュさん今回ぶっぱねると思うよ。配信、劣等感、トラウマを潰す謎の病気、エネルギー。いや、超噛み合うと思うよ。占いとかが大好きだから、こう健康相談とか、喋りがバンバン上手くて、だからお茶飲んだら病気治るってずっと言ってますね。ここいいでしょ。ダンカンさんが開いた口が塞がらない顔が俺大好きなんだよね。トラウマを潰す謎の病気、エネルギー、ドラボーに気をつけろ。女性に人気です。はいはい、また来てね。あ、この顔見てて、ダンカンさんの喋りがバンバン上手くて、だからお茶飲んだら病気治るってずっと言ってますね。あー、なるほど。リビングで後ろにバイクあるぐらい。へえ、すごいんだ。あ、じゃあ、とりあえず1回目、あの面接とか、ここでやろうよ、ここで。うん、これ後ろのバイク、これ乗っても素敵かな、室内で。ですね、うん、高いところにいっぱい頼んだので、ね、酒飲みながら。ちょっと交渉してよ。交渉してください。ここでやってる。そうなんですか。人気あるんですね。42番、何にもこう写真撮ってないけど。最後、滑り込みで来たの。音密同士。はい。主な最後、詳しいドラマ、これまでの人気配信。パチンコ廃止宣言が配信、廃線が、うん、パチンコどういうこと、要するにパチンコ屋さんの前で、パチンコ屋のたまに良くないとかさ、なるほどね、そういうこと。思想色が強い方、思想が強い、俺は思想ないから ね、 からね、俺らあればいいけどさ、ね、主義も主張も思想もないですよね、実は。我々コロコロ変わるからね。あの本当、僕ら言ったこととやってること全く違う時あるじゃないですか、うん、もう今日は絶対酒飲まないっつって、もう完璧に 手持ってたりしますね。あるある、それにかなり近いことある。ある、ね、タバコやめたっつって煙吐いてますね。本当に一応ここで大体段階こんな感じの41人、うん、42名か、まあ、正直言ったらみんな名前、まあ、僕らが選別しても生意気なら100も承知ですが、これ物理的人数がねあんまり多いと無理だから選んでるわけであったと。本当の時は全員あってみたい、本当全員あってみたい、ね、全員あってみたい、ね、全員ね、素晴らしいよ、うん、あのね、だって1回しかない人生なのにさ、そうですよ、サラリーマンやってさ、うん、朝から同じようにね、満員電車で試験に向かってさ、うん、5時になったら終わって、うん、それで生きてるかっていう、うん、まあ、ここそれも否定するわけではない、全然それも否定しないけど、うん、それよりも、うん、何か、うん、ダメなのは分かってるけどさ、もしかしたらそこに宝物があるんじゃないかなって掘り続けてる連中がここにいるんだもんね、うん、そうですよ。それもね、たけし軍団のモニムーソーでダンカーさんに預けるわけだからね。なかなかのそれは、これは大変なこと、はい、それはですよね、我々あの島かなんかもらってみんなでそこ違う国作ってください。そうね、独立国家作ってもらって ね、 いいですね。そこはもう違い方言だから言ってもいいけど、まあ、本当はなんかそうなんですよ、皆さん。本当のこと言ったら全員やりたいですよね。だけど、うん、どうしても物理的に、ね、オーディオ会場とかなんかどうしても半分ぐらいにしちゃうと思いますので、うん、ということで、とりあえずここまで今日はということで、ね。パトリシアさんだっけ、なんか、うん、パトラッシュ、うん、次 の、 あの、ね、収録場所は決まったんです、とりあえずね。だけどパトラッシュさん、受かってるかどうかわかんないよ。それとこれだは別だ。最悪ですね、落ちて家だけ貸してね。最悪ですよね。まあ、そんなこともあるよと。はい。はい、ということで、とりあえずここに一旦、はい、分かりました。皆さんもね、応募してください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、決定しましたね。南関軸のですね。もう今もう、けんけんがくがくの会議が、ね、はい、ありましてですね、決まりました、中さん。面接に来られる人の結果発表、ね、そうですね。うん、そうですね。まあ、まあ、ちょっと言い方悪いけど、まあ、一時審査的なね。まあ、こんなものはあってなくてもんなんですが、だから、はい、ここでね、受からなかったっていうのが、はい、呼ばれなかったって方は、決してがっくりしないで、うん。そうですね。実はそっちの方がすごいかもしれない、ね。そうなんですよね。我々の息に収まらないぐらいに、その人たちはその人たちで集まって、うんうん、また維新軍として我々と、あ、やってもなるほどね、うん、あの落ちた者がどうしたね、敗者復活軍団相乗効果でさ、最終的にその人たちが勝つこと多いありますもんね。そういうことですね。僕らも分からない、まあ、将棋だけで見てますからね、はい、まだまだ時間がないんで、じゃあ発表しましょう。はい、レッドナンバー1番で海宝さん、おめでとうございます。おめでとうございます。本当に海宝さん、おめでとうございますね。はい、じゃあレッドナンバー2番、ココア様さんね、はい、ビートがやってる方ですかね、おめでとうございます。ということで、ね、ナンバー4番、踊りベンジョチャロさんね、もうね、ベテランみたいなんでね、なんかね、期待してますよ。もうね、はい、そうそう、ベテランみたいな感じで、5番、レッドナンバーピンクさんね、はい、はい、これもなんかね、もう女性の方です、ね。10番、アグニーさん、これも女性、34歳。女は多くない、女は多いですよ、ね。女の人そう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 ね、で、分かったよ、アグニーさんね。はい、そしてね、11番、野田総理、分かったよ。たけし文句言ったやつ、いいぞ、来い来い、あいこい。あれは本当期待してるからね。全然いいですよね、中さんね。はい、合格野田さん。あの国籍とか変えられるよね。変えられる。そう。大丈夫だ、大丈夫だ。大丈夫大丈夫。変えちゃって大丈夫なんだよ。たけし君に変えたって言うんだよ。12番、ヘナチョコサダさんもね、はい、ちょっとね、そうなんですよ。この方も受かりましたから、でかい人、14番のアキラッパさんも受かりましたね。はい、いいですね、アキラッパさん、おめでとうございます。この面接用の写真なのに、ガンつけてるからね。いいですね、はい、普通、ちゃんと、まあ、いいでしょう。15番、あ、岡山みどりさんね、受かりました。ということで、おめでとうございます。大人気配信者ですね、うん、逆に力借りちゃうぞみたいな。頼むぞ、岡山。明らかに利用しようと思ったんですよ。そうですよね、お宝そうですもんね、中さんね。14番、ハニー大きさも受かりましたよ。はい、なんかコツコツやるのが得意だった。そうだよね。こういうの必要ですよね、こういう。やっぱ可愛いみたいなやつが必要じゃないですか、やっぱ。うん、必要ですよ。17番、怖い人、怖い、ここは怖そうだけど、そうで、野良猫さん受かりましたよ。はい、はい、これもね、受かりました。コミュニケーション障害だと。彼は、この顔でメイクで面接会場来るのかな、うん、来てもらうもんね。ね、正規マス的なことなんですかね、わかんないですけど。あたり、性格変わりますかね。変わりますね。ガラッと。パーティー行くやつになるんですか。はい、20番。3杯目、アットマーク聞かせるか。体使うの大好きですね。この人すごいらしいですもんね。そう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 ね。人気あるみたいなんで、はい、ぜひね、力貸して。40の人気者になるかもしれないね。そうですね、この気にね、まあ、僕でも力借りますよと、お願いしますと。20番、21番、あ、よく泣く女の子でしょ、これ。ほなちゃん、泣く子。だからこれはもう新宿の町にね、檻に閉じ込めて泣かせようというだけですね。はい、泣き部門でね。泣き部門。うち泣き部門ある。フォトジェニック部門と泣き部門がありますからね。21番、22番、小島グランプリさん。なんかもう、すごい過激なことやるでしょ。何って食わせようか。そうですね。何を本当に、まずそこに行きますよね。はい、でも受かりましたね。小島グランプリさん、はい、おめでとうございます。はい、23番、デンさん、なんかちょっと男前な感じでね、うん、はいはい、やってますね、いいですね、パトカーから配信ってなってますが、それじゃあ皆さん、やらなくてね、メンテナンスがあるんで、僕は1回、自分の YouTube ライブで1時間放送します、もしよかったら僕の YouTube ライブ遊びに来てください、ふわち、Twitter のフォロー。YouTube のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。うん、お疲れ。ふわっちとね、 Twitter と YouTube のフォローしてください。で、1時間後のメンテナンスにね、あのダンカンさんの、 あの裏方ブースっていうことで、あの早めに行ってね、あのまあ、あのトークしようと思ってます。僕は前乗りするんで、あの裏側が知りたい人は遊びに来てください。それでは皆さん、お疲れ様です。やりそうですね、この人ね。なんで若い人は必ずなんかこう自分見つけろって自分探しちゃったってインドとか行くんだろうね。自分なんか探そうのないのに ねスウェーデン行ったらフリーセックスで、フリーセックスもうね、スウェーデンの方がいいね。スウェーデンイコールフリーセックスってもう古いからね、この昭和の発想だから俺らも。スウェーデンそんなところじゃないらしいからね。いまだにスウェーデンで三島のセックスやと思ってるでしょ。スウェーデンの国旗見ただけでもうちょっとムラムラしちゃってこの国はと思って。ワンタンさん、わかりました。はい、おめでとうということで、次はですね、愛のお金さん。はい、なんかね、女性でね、はっきりしてていいよ。はっきりしてていい、いい、これもいいね、いろいろね。まあ、顔はちょっと見てみたいってもありますもんね。写真が分かんないですもんね。うん、あの、面接の時に、あの、うん、カーテン仕切った別室が用意されてますからね。そう、そこで僕らフェラチオバカ野郎。
いい加減にお金、本当配信者も敵に回すんでしょうね、最初に。33万、柏木さんも取りましたね。元芸人さんで、なんかまあ、新日本プロレスの道場にしたりとか、すごいみたいな。まあ、根性ある感じなんでね。もう一つのね、そうですね、お笑いの世界で頑張ってます。そうですよね、何度でも笑いのチャンスありますもんね、うん、さんね、はい。34万、卵味噌さん、ダメ人間。これ誰に言って間違ってないでお金使い込んじゃったやつ、うん、ちょっとこれ本当にあれ2万ぐらい渡してお小遣い のあれお使いとか行かせる帰ってこないのかありそうですけどね初めてのお使い初めてのお使いまあとりあえずあの私も相当ダメ人間だったらダメ人間にやっぱシンパシーに感じるそうだよ立川談志師匠のねそうそうそうあの人間の業だよね業そうですよね、うん、そういうことですよね業の工程世の中ね真面目なやつだけでじゃあ面白くないんだって